ボス、隔離プラットフォームの実験棟で生体中が再発生した。死者も出ている。島内の研究ブロックで放射線漏れが見つかったのが発端だった。警備班を派遣して宣言を遮蔽、研究員を隣の収容ブロックへ誘導したところで発症者が見つかった。至急実験棟を閉鎖、モップ3で救出隊を送ったが帰ってこない。連絡も途絶えた。一旦制圧したはずの生体中が再発生した理由は不明。未発症のスタッフは救出したいが判別する方法がない。状況が知りたい。特にどうやって発症者を見分けるのかを。調査を頼む、ボス。ボス、現状を再度説明する。生体中が再発生したのは隔離プラットフォームの実験棟。どうした？これはどういうことだ？わからん。なんてことだ。なんだ？どうした？バカな。防ぐため出口は全て閉鎖した。中からは開かない。館内の研究員が病原虫を管理し資料を伝送してきた。コードトーカーが解析している。一旦制圧した生体虫がなぜ再発生したか、それはまだ分かっておらん。前回生体虫が蔓延した際はボルバキア摂取で発症を防いだ。生体虫は生体に寄生してオスメス一対のつがいを作るが、ボルバキアはそのオスをメスに性転換させる。メス同士となったつがいは交尾も産卵もできない。だから救出隊にはボルバキアを持たせた。だが事態は収束していない。卵を産まないはずの生体虫が再発生しボルバキアも効かない。まさか新種が。だとしたら誰かがそいつを持ち込んだ可能性もある。スタッフの中に敵のスパイがいた。今は発生基準の解明が先だ。それから今回の症状で厄介な点はもう一つある。発症しているかどうか今まで以上に判別がつきにくいことだ。症状が全く表に出ないまま進行する。健康そうに見えても手遅れになっている可能性があるのだ。あの実験棟の中で何が。ボス、館内に送り込んだ救出隊とは未だ連絡が取れない。せめて発症の有無が分かれば打つ手もあるんだが、そこも含めて調査を頼む。発信位置は不明だ。特定する前に途切れた。全てが分かった。生
帯中のことか。見当違いかもしれん。だが今は唯一の希望だ。少しでも手がかりが欲しい。ボス、テントの入り口を閉めさせてもらう。空気感染の可能性は低いが、念のためだ。わかった。無線の発信者を探し、接触してくれ、ボス。了解。甘い匂いだ。マスクをしていてもわかる。救出隊も言っていた。熟れた果実のような匂いがすると。繰り返すようだが、発症した者は楽にしてやるほかない。感染を広げるわけにはいかん。俺も発症したら頼む。失敗だ。館内を捜索し、無線の発信元を探してくれ。生体臭にやられたか。触るな。白血がひどい。来るな。来るな。
ボス、どいてください。外へ出たいんです。この暗いところで死にたくない。俺も感染してくれますか。ですよね。もし死んでいたら嫌だ。あの死に方された資料の一部が解析できた。どうやらほとんど喋らなかったものも発症したらしい。やはり何らかの変異が起きているようだ。助けてください。